アイテム番号 SCP-604-JP、オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-604-JP は対電磁加工済みの保管室に保管されます。当該保管室にはセキュリティクリアランスレベル3以下の職員が立ち入ることは禁止されています。D クラス職員以外による SCP-604-JP-1 の閲覧はいかなる理由があっても許可されません。説明 SCP-604-JP は、不明なメーカー製の USB メモリです。外見上は一般的な USB メモリとの差異はなく、また一般的な USB メモリと同様にコンピュータに接続することが可能ですが、2000年現在の技術では不可能な大容量を有しています。内部にはおよそ、TB のデータ括弧以下 SCP-604-JP-1 括弧閉じが記録されています。SCP-604-JP-1 自体は意味をなさない膨大な文字列であることが判明しています。確認された限り、SCP-604-JP-1 は認識災害を引き起こします。SCP-604-JP-1 により引き起こされる認識災害は確認された例としては、頭部を不要な存在であると認識し、可及的速やかにいかなる手段を用いても自らの頭部を除去しようと試みるようになる。血液を不浄なものとの認識を得、自分の体内から少しでも多くの血液を排出しようと試みるようになる。口から食物を体内に取り入れるのは不可能であるという認識を解く、口以外の場所から食物を取り入れようとするようになる。当然不可能であるため最終的には餓死する。など、ほぼ全てが致命的な事態を引き起こすものであることが判明しています。なお、これらの認識災害には記憶処理は無効であることが判明しています。確認しました。説明 SCP-604-JP は、不明なメーカー製の USB メモリです。外見上は一般的な USB メモリとの差異はなく、また一般的な USB メモリと同様にコンピュータに接続することが可能ですが、2000年現在の技術では不可能な大容量を有しています。内部にはおよそ、TB のデータ括弧以下 SCP-604-JP-1 括弧閉じが記録されています。SCP-604-JP-1 については、致命的な認識災害をもたらす無意味な内容の文字列、とされていますが、これは財団により故意にセキュリティクリアランスレベル3以下の職員に対し流された欺瞞情報です。実際の SCP-604-JP-1 は未知の世界括弧以下仮に SCP-604-JP-1 ワールドとします括弧閉じ。に関する歴史、地理、社会等のデータや SCP-604-JP-1 ワールドの産物とおぼしき小説や音楽等の創作物のデータです。データの形式はほとんどがピング、GIF、TXT、HTML、MOV、DOCX、MP3 等既存の形式で保存されていますが、中には未知の拡張子で保存されており、内容が不明なデータも存在します。SCP-604-JP-1 の一部。内容、形式、尾行、SCP-604-JP-1 ワールドのものと思われる世界地図。画像括弧GIF括弧閉じ、現実世界といくらか一致する点も見られるが、マリアナ海溝があるはずの部分が陸地になっているなど、差異が多く見られる。SCP-604-JP-1 ワールドの構成国家の一つと思われる国家に関するデータ。画像付きの文書括弧HTML 括弧閉じ、おそらくネット上の百科事典サイトのデータをそのまま保存したものと考えられる。当該国家は日本に多くの点で類似しているが、北海道に当たる島が大陸と陸続きになっているなど多くの点で差異が見られる。これに類似した、国家、のデータは現在250個ほど確認されている。日本語で歌われる未確認の楽曲、音楽括弧 MP3 括弧閉じ、2000年現在確認されていない未知の楽曲。歌詞は日本語であるが、歌詞の中には、括弧文脈から地名と推定される括弧閉じや、括弧文脈から歌詞の名称と推定される括弧閉じなど、現実世界の日本語には存在しない単語も見られた。類似する曲調の楽曲が、曲収録されており、添付されたデータには、なる人物2が作曲者とある。客船と思われる船舶を撮影した画像。画像括弧ピング括弧閉じ、港湾施設に停泊中の大型の客船と思われる船舶を撮影した写真。船舶の側面には、ディズニーマジック、と書かれている。また、港湾施設については南アフリカ共和国の、港に酷似しているという指摘がなされている。間欠泉や熱水泉等を撮影した画像群。画像括弧ピング括弧閉じ、
撮影されている対象についてはほぼ全てがイエローストーン国立公園に存在する間欠泉等と一致することが確認されたが、いくつか現実には確認されていないものを撮影した画像も含まれている。SCP-604-JP、ワールドの財団に相当すると思われる組織の人員の一部。文書括弧読クス括弧閉じ、SCP-604-JP、ワールドの財団に相当すると思われる組織の人員について記載された文書。表題には、サイト、81FP 職員名簿、と書かれている。内容は激しく損壊しており、8割ほどは読み取ることはできない。空白、SCP-604-JP-1 の内容はほぼ全てが現実世界のものとは似ているものの完全には一致しない内容ですが、視聴した人間は一様に、なぜかは不明だが懐かしく感じる、という感想を持ちます。それ以降の変化は以下の通りです。平均 SCP-604-JP-1 視聴合計時間3。被験者の立ち振る舞い等。から6時間、SCP-604-JP-1 に対し、なぜかは不明だがとても懐かしい、という感想を抱く。なお、具体的に理由について説明できる者はいない。この段階まではクラス A 記憶処理で対処可能。6時間から12時間、SCP-604-JP-1 に対し懐かしさを感じる点は変わらないが、具体的な理由4を述べるようになる。また、現実世界と SCP-604-JP、ワールドに関する情報を混同するようになる。12時間以降、被験者は自分が SCP-604-JP、ワールドの住人である、という明確な意識を持つようになり、また以前からそうであったかのような振る舞いをするようになる。またこの時点で現実世界のことについては全ては作り物であり、SCP-604-JP、ワールドこそが本当の世界であると認識するようになっている。特筆すべきは SCP-604-JP-1 データ群の中には財団が収容している SCP オブジェクトに関する情報や財団の運営に関する情報も含まれており、中にはセキュリティクリアランスレベル3以下の人間には開示されていない情報も含まれていることです。他には現在財団が収容、もしくは確認していないオブジェクトに関する情報も含まれており、これらについては情報漏洩等の可能性もあるとして目下調査中です。ほい2000年、月、日。SCP-604-JP-1 データ群の中に唯一上記の異常性が存在しないことが確認されたデータが発見されました。データはテキストファイルで、内容は以下の通りです。私がやっていることは財団への、人類へのある意味での裏切りなのかもしれない。だが、私はやはりこの世界が好きなのだ。人々、社会、音楽、小説、絵画、その他諸々が大好きなのだ。確かにこのままあの計画がいけば人類は生き残る。だが、これらは消えてしまう。私はそれがあまりにも悔しく、あまりにも悲しい。私はそれを望まない。私は一縷の望みをかけ、こいつにそれらを放り込むことにした。確かにこの世界は失敗した。だがそれでもなお私はこれらに生き残ってほしいのだ。サイト、81LG セキュリティクリアランスレベル 4E、F、博士。なお、財団において E、F、博士なる人物は所属していないことは確認済みです。また、サイト、81LG なる施設も存在していません。SCP-604-JP-1 の内容は何らかの原因で一度世界が滅び、そして何らかの手段で気づかれぬよう再建されたことを示唆しているように思われる。だが、だからなんだという話だ。神秘的かもしれないがよくわからないデータに惑わされてはならない。以前の世界があろうとなかろうと、我々が暮らし、守っているのはこの世界なのだ。博士、